グラスフィッシュはサンマイクロシステムズを中心としたオープンソースコミュニティと同コミュニティで開発された JavaEE 準拠のアプリケーションサーバの名称である。その後、サンを買収したオラクルによってコミュニティが継続された。2017年 JavaEE の策定がエクリプスファンデーションに移管されることになり、それに伴いグラスフィッシュも同組織に寄贈された。 本校では以降特別な断りのない限りアプリケーションサーバーのことを指すものとしコミュニティについてはグラスフィッシュコミュニティと呼称する。グラスフィッシュは設計、開発、テストのすべてをオープンソースコミュニティ上で行っている。かつてはオラクルによる商用サポートも同時に行われていたがグラスフィッシュ4.0を機に廃止され、 開発者向けの Java、e、EE の参照実装としての位置になっている。Glassfish は Eclipse Public License と c l a s s p a 例外を含む GNU General Public License の二重ライセンスである。Glassfish は 3Java システムアプリケーションサーバー 8X の後継製品であり、3最初のオープンソースアプリケーションサーバーとして開発が開始された。 グラスフィッシュプロジェクトは2005年6月6日に発足し2006年5月4日に最初のバージョンをリリースした。グラスフィッシュ V1 の概要は下記の通りである。グラスフィッシュ V1 は1回のアップデートリリースと5回のパッチリリースがリリースされた。グラスフィッシュ V1 は Java EE5 の参照実装としての色合いが強く単一インスタンスに特化していた。 二つ目のメジャーリリースでは、その点を大幅に改善したものとなった。グラスフィッシュ V2 の新機能は、以下の通りである。グラスフィッシュ V2 の最初のリリースは2007年9月17日に、行われた。このバージョンの3における名称は、サンジャバシステムアプリケーションサーバー9.1である。グラスフィッシュ V2 は2011年1月時点で4回の、 アップデートリリースと21回のパッチリリースがリリースされており、今後もパッチリリースが予定されている。なお、グラスフィッシュ V2.1 において、3における名称が3グラスフィッシュエンタープライズサーバー2.1に変更され、以降バージョン番号がコミュニティ版と商用版で統一された。セールフィン3とエリクソンによるコミュニケーションアプリケーションサーバーを構築する。 プロジェクトで2007年5月8日にグラスフィッシュのサブプロジェクトセールフィンとして Java 1で発表された。セールフィンはエリクソンから提供されたシップサーブレットをグラスフィッシュ V2.1 へ統合したものである。セールフィン1.0はグラスフィッシュ V2.1 と同時の2009年1月26日にリリースされた。3による商用版は サンジャバシステムコミュニケーションアプリケーションサーバーである。その次のメジャーリリースとなるグラスフィッシュ V3 は Java EE6 の参照実装であると同時にアーキテクチャを抜本的に見直しアスギーモジュールサブシステムに対応した。機能を使われるときに初期化することで非常に高速な起動を実現し、また再起動の待ち時間を大幅に減少させることに成功している。 この新しいアーキテクチャはグラスフィッシュ V3 プレリュードとして先行してリリースされている。またグラスフィッシュ V3 では JavaEE 以外のスクリプト言語にも本格的に対応しておりグラスフィッシュ上で動作するスクリプト言語実装も増加している。グラスフィッシュ V3 プレリュード2008年11月6日にリリースされた最初の V3K が グラスフィッシュ V3 プレユードである。この製品は、ジャバイー5のサブセットを提供し、一部ジャバイー6の機能を取り込んだものであった。ジャバイーには準拠していないが、3による商用サポートが提供されていた。グラスフィッシュ V32009 年12月10日、グラスフィッシュ V3 がリリースされた。これは、ジャバイー6に準拠した。 最初のアプリケーションサーバである。当初予定していたクラスタ機能がグラスフィッシュ V3.1 へ先送りとなったが3による商用サポートは引き続き提供された。グラスフィッシュ V3 の主な機能は以下の通りである。2010年1月27日にオラクルによる3の買収が完了するとグラスフィッシュのサポートはオラクルに引き継がれた。 2010年6月18日、グラスフィッシュバージョン3.01がリリースされた。このリリースでは100のバグの修正と多言語化が実施されると同時に、ブランドが3からオラクルに移行したのに伴い、オープンソース版がグラスフィッシュサーバーオープンソースエディション、オラクル製品版がオラクルグラスフィッシュサーバーへと名称変更となった。またこのリリースから、 オラクルやロケットが正式サポートされるようになった。2010年10月8日には製品版のパッチリリースが行われた。グラスフィッシュ V3.1 グラスフィッシュ V3 リリースで先送りされたクラスタなどの効果要請機能を実装したものがグラスフィッシュ V3.1 である。このバージョンにより前メジャーバージョンで提供されていた機能が一通り揃うことになった。 グラスフィッシュ V3.1 は2011年2月28日にリリースされた。グラスフィッシュ V3.1 の主な機能は以下の通りである。2011年7月28日にはバージョン3.11がリリースされた。主な変更点は JDK7 対応 X サポートの追加及びバグフィックスである。2012年2月にリリースされた。 バージョン3.1-2ではバグフィックスに加え開発中止となったバージョン3.2の一部機能が追加されている。バージョン 3.1X 系列の最新版は2012年7月15日にリリースされた3.12.2である。グラスフィッシュ3.2グラスフィッシュ3.1のアップデート版としてグラスフィッシュ4と並行して開発が進められていた。 グラスフィッシュ4までの橋渡しとしていくつかの新機能を実装するプラットフォームとなる予定だったが、グラスフィッシュ4に注力するため開発は中止された。実装予定の新機能の多くは、グラスフィッシュ4で実現されたが、すでに完成していた機能については、バージョン3.1、2にバックポートされる形で取り込まれた。グラスフィッシュ4.0は2013年6月11日に、 リリースされたメジャーバージョンであり、Java EE7 の参照実装でもある。Grasfish 3X のアーキテクチャをベースとしている。開発段階ではパス型のクラウドへの対応を予定しており、従来の管理コンソールに加え、パス環境の管理、監視を行うためのパスコンソールを有していた。この機能はパス対応が Java EE8 へ。 延期となったことからリリースからは除外されている。このバージョンは Java EE7 の参照実装としての位置づけであり、Oracle によるサポート対象からは除外されている。グラスフィッシュ4.1グラスフィッシュ 4X 系列のアップデートは当初、コミュニティ向けのグラスフィッシュ4.01と商用サポートを含むグラスフィッシュ4.1の日本だけで計画されていた。しかし、 オラクルによるグラスフィッシュ 4X 系列の商用サポート打ち切りが発表され、グラスフィッシュの開発は継続されるものの再び、開発者向けの Java EE の参照実装であると位置づけられることとなった。オラクルでは商用サポートが必要な場合は、同社の別のアプリケーションサーバーである Web ロジックに移行するよう呼びかけている。 さらに当初のグラスフィッシュ4.1はキャンセルされ、グラスフィッシュ4.01のみ開発が継続された。それに追い打ちをかけるように、グラスフィッシュ4.01の開発は停滞し、当初予定していた2013年終わりにはリリースできなかった。その間に、コンポーネント単位でのアップデートは、 急速に進み、最終的には、グラスフィッシュ4.1とバージョンを変えて2014年9月9日にリリースされた。グラスフィッシュ4.1、12015年9月24日にリリースされた、グラスフィッシュ4、X 系列の2番目のアップデートであり、当初は、グラスフィッシュ4.2と呼称されていたが、開発の途中でグラスフィッシュ4.1、1に変更された。 主な変更点は、コンポーネントのさらなるアップデートである。なお、グラスフィッシュの開発トランクは、このバージョンのリリースをもって、グラスフィッシュ5系列に移行している。グラスフィッシュ4.1に2017年3月31日にリリースされた。2017年9月21日に、Java EE8 の参照実装としてリリースされた。 グラスフィッシュ5.12019年1月29日にリリースされたエクリプスファンデーション寄贈後の最初のリリースグラスフィッシュ V3 はグラスフィッシュアスギーランタイムとグラスフィッシュカーネルの2つのモジュールサブシステムによりサーバ全体をモジュール化しているグラスフィッシュアスギーランタイムはアスギーリリース4に準拠したランタイムを利用可能で 組み込みのランタイムとしてアパッチフェリックスが採用されている。グラスフィッシュカーネルは HK2 と略される JSR-277 ベースのモジュールサブシステムである。HK2 は ASGI ランタイムだけでは補えないモジュール管理機能を担当している。ASGI 対応前はすべての機能を HK2 のモジュールとして作成していたため、今でもグラスフィッシュのモジュールの実装には、HK2 の API が使用される。グラスフィッシュ上では、任意のアスギーバンドルを利用可能なため、例えば Spring DM と Java EE を連携させるような運用も可能である。グラスフィッシュ V3 のカーネルと主要部分は、ニュークリアスと呼ばれている。構成は、以下の通り。IPS は、 オープンスラリスプロジェクトで開発されたパッケージのインストール、アップグレード、削除などのソフトウェアのライフサイクル管理のために提供されるフレームワークである。IPS はオープンマックをグラスフィッシュ2.1.1に統合する際にグラスフィッシュ V2 に追加され、グラスフィッシュ V3 以降は標準の更新ツールとして採用されている。 グラスフィッシュ V3 のオープンソース版と商用版のライセンス切り替えに伴う実装の変更は IPS のコマンドにより比較的容易に実施できる。グラスフィッシュで採用されているハイパフォーマンスなリクエストディスパッチャがグリズリーである。グリズリーはグラスフィッシュの HTTP サーバ実装プロジェクトとして2004年から開発が始められ現在では マルチプロトコル対応のネットワークサーバーエンジンとなっている。グリズリーは当初3のアプリケーションサーバーで使用していたアパッチとムキャットの雇用手エンジンではグラスフィッシュの要求性能を満たせなかったことから Java2 を用いて試験的に実装されたものであった。その後 TCP、UDP、SSL などのマルチプロトコルに対応できる汎用性が注目され、 グラスフィッシュ V2.1 向け実装からアーキテクチャを大幅に変更し、セールフィンのシップにも容易に対応している。グリズリーは j a v a 2による非ブロッキング IO を活用することで1リクエストあたりのスレッド生成数を抑えることに成功している。グラスフィッシュ V3 ではアスギーバンドルとして再実装されたグリズリー1.9-18以降、 V4 ではさらに性能が向上したグリズリー2.33以降が採用されている。グラスフィッシュではサーブレットコンテナとしてもグリズリーが用いられているが一部の処理にはトムキャット5.5に由来するコードが使用されている。Java EE 参照実装はサブプロジェクトであるメトロ、ジャージー、モジャラ、オープンマック、タイラス、ジェイシンプロセッシングで それぞれ開発されているまたウェルドハイバーネートバリデータエクリプスリンクやバッチなど外部の有力な参照実装を採用している JAXWS の参照実装でありアパッチアクシズにより90%高速であるソープ通信においてマイクロソフトネットフレームワーク3.0および3.5との相互接続性が保証されている ジャックス RS の参照実装である。グラスフィッシュ V3 では、レストバックエンドの基盤であり、ニュークリアスに含まれている。そのため他の JavaE サーバーと異なり、グラスフィッシュ V3 では、ジャックス RS 実装であるジャージーを、サーバ本体から切り離すことができない。グラスフィッシュ V により、英語のほか日本語、艦隊やザ中国語、反対やザ中国語、ハンブル、スペイン語、 フランス語、ドイツ語を含む多国語版リリースが行われている。グラスフィッシュ4.1以降、再び多言語版の配布がなくなり更新ツールによる対応に戻された。グラスフィッシュ自体はオラクルによる商用サポートを外されたが、いくつかのベンダーやコンサルティングファームによるサードパーティーサポートが継続されている。中でも初期からサポートを行っている C2 2社のパイアラは、 グラスフィッシュ及び同社によるグラスフィッシュの派生版である、パヤラの双方のサポートを提供している。ありがとうございます。